ミュージカル手紙ウェブサイトをご覧の皆様、こんばんは、こんにちは、おはようございます。吉原瑞穂です。ミュージカル手紙2017年度版、今制作段階で、写真の撮影に来ています。非常に朝早いんですが、なんか重たくならず、プロデューサー含め、制作人たちが和気あいあいムードで楽しい撮影が行われています。今回は自分の弟である直樹が2人いるということで、今日2人とちょっとおしゃべりできたりして、非常に楽しみで、ある意味どうなっていくか、こうドキドキするよう なんか作品になるんじゃないかな、2つとまた違う作品になるんじゃないかなってぐらい、キャラクターも人間性も表情もまた違う2人がキャスティングされているのを今日改めて実感したので、自分も楽しみです。そして、この作品のプロデューサーも言ってるんですが、2017年度版、決して再演ではなく新しい手紙を作っていこうということで、また新しい手紙を上演できるということで、どんな稽古になっていくのか、どんな作品になっていくのか楽しみでしょうがないです。ぜひ皆さん、また劇場でお会いしましょう。待ってます。